はい、こんにちは、こです。今日はね、ホテルコレクティブっていうホテルに来てます。沖縄那覇市内国際通りの本当立地抜群のとこにある、まあ、高級ホテルですね。ここのホテルはマジで今まで泊まった沖縄のホテルで多分抜群にいいですね。この立地だったりとか建物の綺麗さだったりとか高級感だったりとかっていうわけで、今日はねこちらのこの沖縄市内屈指の高級ホテルの朝食を紹介していく。朝食会場は4階ですね。はい、ここからは後付けでお送りします。まずはパンコーナー。パンの種類もジャムもバターもマジで種類は豊富。そしてここがエッグステーション。エッグベネディクトが選べるっていうのは素晴らしい。オムレツも具材を選べます。でここがスクランブルエッグディップ、ソーセージ、ベーコンのコーナーだね。まあここら辺は定番の商品っていう感じ。そしてここは野菜、ポテト、そしてこれが沖縄名物のランチョンミートだね、スパムだね。でここ特徴なのがグリルで自分で魚を焼けます。これ嬉しいんだけど、ちょっと焼くのに時間がかかる。これは賛否あるかもね。でここスモークサーモンとか生ハムのコーナー、こういうコーナーがあるとテンション上がるよね。でここら辺がモズクスだったりとかジーマーミー豆腐だったりとか沖縄名物が選べます。ここら辺も全部美味しかった。海ぶどうももちろんありますね。でこれはなんか魚のかまぼこ、これは食べなかった。でここがフーチャンプル。フーチャンプル美味しいよね。沖縄の中で一番好き。でここがお粥コーナーね。お粥のトッピングもたくさんあります。これ嬉しいよね。でここ白ご飯で、ご飯のおかずもたくさんありますね。でここがジューシー。これが、沖縄の炊き込みご飯。これマジで美味しい。でここも塩、さっきの魚と一緒で塩豚を自分で焼けます。ただ焼くのに時間がかかる。それでここが、沖縄そばだったり汁物コーナーだね。でここがサラダコーナー。サラダの種類も結構豊富。僕はサラダ取らなかったけどね、サラダ好きにはいいんじゃないでしょうか。でここら辺がデザートコーナー。ライチがあるのはちょっと沖縄っぽいよね。フルーツも豊富、ケーキもたくさんありますね。でここが飲み物コーナー。ここら辺は定番で、まあ普通のものがあります。っていうわけで朝食は以上です。いただきます。はい、部屋に戻ってきました。いやー朝食美味しかったですね。まあ、その前にねちょっと部屋紹介します。まずね玄関入ったらこちらクローゼット、ウォークインクローゼットみたいなのがあるね。めっちゃでかいし傘までついてるし、すごいよね、高級感ある。でこっちがお風呂。このスケスケのお風呂に洗面台に、でこっちがめちゃめちゃ広いトイレ。どんだけスペースあるんだっていうね、まあ、高級感のあるトイレで、そしてこっちがお部屋と、すごいね一人部屋なんだけど、一人しか泊まってないんだけど、ちょっと楽しくなって2つベッド使っちゃいましたね。あるあるだよね。でこっち、ここが窓からの景色で、もうほんと目の前が沖縄の国際通りですね。あの沖縄屋っていうのは多分有名だと思ったもんね。素晴らしいホテルですね。でテレビもめっちゃでかいしね。何型なんだろう、あれ50型以上ありそうな気がするよね。いやーでも朝食美味しかったね。ほんとここの朝食は、今まで泊まったのはビジネスホテル寄りが僕多いと思うんだけど、今回泊まったのはまあ高級ホテルってことで、ちょっとレベルは違うなっていうのは思いましたね。
味のね、サービスもやっぱり一流なのかなというふうには思いました。ビュッフェ形式の朝食だったんだけど、やっぱいつ行っても料理があって、いつ行ってもこう、なんて言うんだろうな、コップとかお皿が切らしてることがないっていうのはね、やっぱりそのサービスが行き届いてんだろうなっていうのは思いましたね。で、まあ肝心の味だけど、やっぱり種類も豊富だし、美味しかったですね。欲しいものは大体あったって感じかな。スモークサーモンもあるし、海ぶどうもあるし、ランチョンミートとかもあるし、うん、沖縄の名物だったりとかは大体あったって感じですね。で、エッグステーションっていうのかな。ライブキッチンでね、オムレツとか目玉焼き作ってくれるとこあると思うんだけど、ね、エッグベネディクトまで作ってくれるっていうね、あれは素晴らしいですよね。ほんと美味しかったです。久しぶりにこういう高級ホテルで泊まったんだけど、やっぱいいですね。ちょっとたまにはね、ビジネスじゃなくこういうホテルに泊まってみるのも、まあ、人生経験としてありだなっていうふうに思いました。ホテルコレクティブ沖縄って、沖縄の北側、市街地を離れたら高級ホテルっていっぱいあるんだけど、市街地に、まあ市街地のホテルの中だったら本当ここが僕は一番いいんじゃないかなというふうに思います。ホテルコレクティブ。本当にね、素晴らしいホテルです。ちなみにここはね、一泊、まあ2万4千ぐらいかな。高いよね。本当高いなと思うけど、それだけの価値はあるホテルだなと思いました。まあよかったらぜひ一度行ってみて、沖縄に来た際はぜひ一度行ってみてください。それではね、皆さんまた次回お会いしましょう。バイバイ。